飛島グリーンヒルは、飛島都市開発が、琵琶湖文化公園都市の住宅ゾーンとして分譲している住宅地。草津市と大津市の市境にあり、若草地区、青山地区、松川岡地区からなる。小学校や中学校などの教育機関、プロムナード、青山やスター、フレンドマートなどのショッピング施設、滋賀県立図書館や滋賀県立近代美術館などの文化施設、 群山遊歩道などの自然環境があるため、暮らしやすい環境である。飛島建設が1980年前後から分譲開発を始めたニュータウンであったが、バブル崩壊による業績不振により10年間分譲が中断され、2000年から分譲が再開された。青山一丁目から八丁目で構成され、大津市に属する。工区は全域が 大津市立青山小学校区であり、卒業生の多くは大津市立青山中学校に進学する。若草一丁目から八丁目で構成され、草津市に属する。校区は全域が草津市立南小学校区であり、卒業生の多くは草津市立高保中学校に進学する。松が岡井一丁目から七丁目で構成され、大津市に属する。校区は全域が 大津市立青山小学校区であり、卒業生の多くは大津市立青山中学校に進学する。現在分譲されている区画のほとんどはこの地域のものである。飛島グリーンヒルには建築協定や緑化協定、地区計画があり、住居専用住宅、委員併用住宅を除く建築の禁止等を定めている。ありがとうございます。